はい、山田です。どうも。散らかってるね、後ろね。散らかってる。治んない。散らかりが全然治んない。はい、はい。こんにちは。ただいま1時43分でございます。一本撮っとこうかなという魂胆でございます。たまたまね、YouTube 見てたら、あの中田さんっていうあのオリエンタルラジオの方、の動画が出てきてですな、あれ勉強になりますな。僕はだから、あんまテレビもう23ぐらいからずっとあんまり見てないんですよね。それは言ったかもしれないけど、1日2時間見てたら、年間で1ヶ月テレビ見てるってことになるんだよって言われて、あ、それはいけないと思ってね、そんな無駄な時間過ごしてたんだと思って、23で一切見るのを、まあ、テレビを捨てて、見るのをやめて、ずっと来てるので、まあ、一応研修用で置いたりとかね、 DVD 見ながらとかってやってた時もあったので、置いたりしてたこともあったんですけれども、まあそういう状況になっておりますと、言ったところでございますな。なのであんまり芸能人とか詳しくなくてですね、でその中田さんっていう方もなんかちょっと意地悪っぽい人なのかなとか勝手に想像しててね、なんか意地悪っぽくてカッコつけマンみたいな感じの人なのかなと勝手に想像しててで、YouTube やってるのは知ってたんですけど見てなかったんですよ。でもなんかブロックチェーンのね、内容を説明してるっぽかったので、見てみたんですが、初めて見たわけ勉強になりますな。すごくわかりやすいね。ブロックチェーンって名前は聞いたことももちろんあったし、大体こんなものなのかな、どうなのかなっていううっすらと、まあ皆さんはねご存知かもしれないです。僕はあんまり知識がないものですから、免税者のことばっかり考えてますからね。だからなんか、個人個人が情報を管理というか把握できて悪いことできないような取引ができるみたいな。そういうまあなんか なんとなく分かってるような分かってないような状態だったんですが、すごく分かりやすく説明してくださってるので、概要欄に貼っておきますのでね、ご覧いただければと思います。分かりやすいですな。で、まあだからね、ブロックチェーンの技術どうなっていくかは分かんないんですけど、知らない、全然詳しくないんですよ。詳しくないんだけど、やっぱ信用ポイントもそうだけど、やっぱ悪いことできないっていうことになってきてるんですよ、流れがね、流れが。なので、それこそさ、今朝ね、インスタライブやってたら、ツイッターで出会った、メンズ方のサロンに行きますって言ってたんですよね。要は、明日、これネタにしていいのかな、ごめんなさい、聞いてらっしゃるかもしれない。明日免税して行きますっていうふうに教えてくれて、おいいですね、どこ行くんですかって言ったら、いやツイッターで出会った人のお店に行くんですって言ってて、セラピストさんと直接つながってるわけ、つながってそこに行くような感じみたいですけれども、まあもういずれそうなるんだろうなって。お店っていうものも必要なくなるし、で個人を紹介するような、個人セラピストを検索して紹介するような、サイトができたりするようになると思うんですけども、それもなくなってブロックチェーンで、全てがつながって安心して施術ができてみたいな、レベルの高い施術が受けられてみたいなことになっていくんじゃないかなと。小さいそのコミュニティというかね、でブロックチェーンが使われたら、煩わしい、お触りされるかなみたいなのもなくなるしね、レベルの高い、自分に合うセラピストさんが見つけられたりとか、そういう風になっていったりとかするのかなって。だから今まではなんか信用できるから、お願いするとかね、信用してるから、あ同じか利用するとか、だと思うんですよね。銀行が信用できるからお金預けるみたいな、でもそういう信用できるかなできないかなって考える必要がなくなる世の中がブロックチェーンによってできるんじゃないかなみたいな想像したんですけれども、だからもう本当に
ズルができない、違法ができない、悪ができないみたいな。だから例の僕が大好きな信用ポイントとすごく似てるなと思ったら、ブロックチェーンスペース信用ポイントで調べてもそんなにリンクしてなかったんですよね。うん、なのでそれぞれいろんな分野で、やっぱり今まで行われてきた悪いこととか暗黙の了解だった、まあ、しょうがないやっていうようなこと、いまいちだなと思いながら使ってたサービスとかね、そういうものが本当に崩れてきて、または、まあ、ズルしてるやつが勝ってたみたいなところも、全部が全部じゃないけどあったかもしれないけど、それは ないと信じて生きてきた、きましたけどね、勝ってるやつは努力したやつだっていうことで、信じて生きてきましたけれども、でも、実際蓋を開けてみるとそういうところもあるじゃないですか、メンズエステでもあるし、それ以外の業界でもたくさんあるじゃないですか、蓋を開けてみたらね、政治でもあるかもしれないし、そういうのがもう、そろそろやめにしないかっていうのが周りの人たちがみんな、気づく人が出てきて、そして技術の開発とか、発展によって、そういうことが行われない、要はズルとかが行われないような世の中をそれぞれが作っていこうとしてるような印象がありますな。なのでいいよね、面白いよね。どうなっていくんでしょうか、これからの世の中ね、世界は。だから一興とかね、そのサービス作った人たち、まあだからまあ面白いよね、面白い。ちょっとまとまってないんですけど、一本取っとこうというふうに思っただけなんですけど、そんな感じでございますな。どうなっていくんだろう。だからもう本当に信用自体が価値になる、お金とかそういうものじゃないのかな、なくなるのかもしれないよ。本当にいいことをして、いいことをしてというか、普通に正しい生き方をしてる人が普通に優遇される時代になるっぽいですよ。それが全てが分かられてる、分かられてるってのは怖いかもしれないけど、より良いと思いますよ。より良い生活というか、なんていうのかな、生きにくくないというか、疑ってかからなくていいっていう、人とかそういうサービス、物とか企業を疑ってかからなくていいという時代になるから、競争も生まれなくなるのかな。どうなんですか、分かんないですね。考えれば考えるほど分からなくなるのはメンズエステと一緒ですけれども、ね、だからいや本当、でも悪いことしてる人たちはそろそろ足洗った方がいいですよ。そういう時代になるんだもん。だって悪いことできなくなるね、信用ポイントもそうだしさ、ブロックチェーンで、もう自分悪やってたら悪、うまく説明できない、勉強中だから、ちょっと本を読んで勉強しますからね、ちゃんとね、な感じでございます。で、あとはね、まあ令和の虎出てる時とか、虎の子速報っていうのに出たんですけど、この間、志願者さんと岩井社長と僕とっていうので3人で対談、すごい緊張するんですよ。で、慣れてないしね、恥ずかしいし、何喋ったらいいか分かんないしみたいな。でそれが言いたかったんじゃなくて、令和の虎関連に出てる時は、スーパーミリオンヘアやってますから、ちゃんとだから、よく見てください、ミリオンヘアの効果を。こうやってお辞儀する時にさ、普通にお辞儀したらもう薄いじゃないですか。でも令和の虎出てる時は薄くないって、いやってか、より真っ黒というか、もっさり、なんつうのかな、びっしりみたいに見えるので、あれが効果でございます。僕はもうね、スーパーミリオンヘアからは、引退しようとは、引退予定ではございますけれども、まあ令和のドラ出る時ぐらいはしてもいいかなと思いつつ、思ってます。皆さん、山田薄くねえじゃねえかって思ってたらいけないので、いやごめんなさい、イカサマしてますよっていうこと、イカサマしてんじゃねえかお前もっていうことで、ね、何カッコつけてんだよっていうね、感じでございますけれども、
一応使ってますので、ご承知おきくださいということでご案内させていただきました。